日本維新の会の時田俊です。今月から参議院でも、そして本日から本委員会でも、パソコンなどの一部の電子機器の持ち込みが可能ということになりました。遅きに失した面があるとはいえ、デジタル改革においては大きな前進だと思いますし、こちらの実現に尽力された皆様に改めて御礼を申し上げます。で、タブレットじゃないんで使いづらいんですけども、せっかくですのでペーパーレスということで、今日はこのパソコンを用いて私も質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。はじめに議題にあります自衛隊法第84条4の在外邦人等の輸送について、私からもいくつか質問をさせていただきます。本改正は昨年8月に実施した在アフガニスタン邦人等の輸送における経験等を踏まえたものと承知しておりますが、そもそも昨年8月のアフガニスタン情勢の危険度からして、自衛隊法第84条の4の在外邦人等の輸送を根拠に自衛隊を派遣するのではなく、第84条の3の在外邦人等の保護措置を用いて派遣するべきではなかったか、その方がより機動的に邦人等を安全に保護でき、輸送まで結びつけられたのではないかとも指摘が繰り返されてきたところです。で、岸防衛大臣ご自身も月刊誌ウィルの2021年11月号に掲載されたインタビュー記事で、中国の脅威に備える、この記事において、昨年8月のこのアフガニスタン邦人等の退避について、今回の場合も自衛隊法第84条の3、在外邦人等の保護措置を根拠に保護することも選択肢としてはあったと思います。ただ、今回はカブール空港の安全が確保されている限りは、自衛隊法84条の4で対処可能であると判断したのですと述べていらっしゃいます。そこで、昨年アフガニスタンの派遣につき、政府内で自衛隊法第84条の3の在外邦人等の保護措置を適用することを実際に検討されていたのか、合わせて最終的にこの84条の3の保護措置ではなくて4の輸送を用いた理由について、改めて防衛省にお伺いいたします。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。自衛隊法第84条の4の在外邦人等の輸送は、外国における緊急事態に際しまして生命身体の保護を要する邦人等を本邦その他の安全な地域に輸送する活動でございます。一方、84条の3の在外邦人等の保護措置は、生命身体に危害が加えられる恐れがある邦人等について輸送のみならず警護救出等の措置を行うものでございます。昨年8月当時のアフガニスタンの情勢は流動的でありまして、予断を許さない状況の中、政府といたしましては米国等との関係国とも連携し、邦人現地職員との安全な退避の実現に向けたさまざまな努力を継続していました。その上で現地で退避オペレーションを行っていた米国をはじめとする他国との調整も踏まえまして、市内からカブール空港への移動は在外邦人等の保護措置ではなく、日本政府が個別に支援するとともに、カブール空港から周辺国への移動につきましては自衛隊機による在外邦人という輸送を行うこととしたものでございます。時田俊君。米軍など関係諸国との、コミュニケーション、連携や速やけといった事情から、今回輸送で行ったということであります。で、今ご答弁いただいた輸送と保護の違いのほかにですね、この84条の3と4で大きく異なる点としては、その要件に外国の同意が、前者3の方では求められているということがあると思います。すなわち保護措置に基づく派遣となると、外国の同意、これが必要になってくる。しかし今回そもそも同意を得る相手先は外国というのが旧アフガニスタンの政府なのかタリバンなのか、これが判別できずですね、84条の3を使えなかった、故に84条の4で派遣したと、こういう事情もあったのではなかろうかという推察もこれは成立をするところです。で、今回の輸送における派遣で実際ですね、タリバンなどしかるべき相手方に国際法上求められる通達や合意を得ていたのか、またそうした通達や合意があったとすれば84条3の保護措置を用いることもこれは可能ではなかったかと考えますが、この見解を外務省にお伺いいたします。外務省、西永参事官。お答え申し上げます。当時のアフガニスタンの現地情勢は非常に流動的であり、現在通常の状況とは大きく異なっておりました。政府といたしましては自衛隊法84条の4に基づく在外邦人等の輸送を行うにあたりまして、運用上も国際法上も問題がないように在アフガニスタン邦人等輸送のオペレーションにつきまして関係し得る当事者の同意を得るために意思疎通を図りました。ちなみにこれは自衛隊法84条4に基づく在外邦人等の輸送について同意を得るために行ったものであります。
一方、自衛隊法84条3に基づく在外邦人等の保護措置を行うことは当時予定しておらず、そのための同意を得るという意思疎通は行ってございません。なお、自衛隊の運用にあたりどの条文を適用するかにつきましては、先ほど防衛省からのアフガニスタンの事例に関するご答弁にあったとおり、退避にあたって必要とされる活動や現地情勢等の諸要素を勘案し、個々の事情に応じて決定されるものと承知しております。音喜多駿君、はい、ご答弁いただきまして、ここで問題となることが大きく2つあると考えます。まあ、1つは、まあ、今しがって議論している保護措置と輸送、これどちらを選ぶべき局面なのか、この判断が的確にできるのかという問題です。でこれについては後ほど質問させていただきます。でそしてもう1つはですね、自衛隊法第84条の3で求められる保護措置、まあ、今回は保護措置は検討しなかったんでということでしたが、保護措置のこの要件である外国の同意、まあ、これは難しい局面があるのではないかという問題であります。で昨年のこのアフガニスタンのように、ある意味で一時期無政府状態になるような状況であったり、あるいはですね、先ほど来も議論ありますけれども、仮に台湾有事、こうしたものが起こった局面で同意の相手方はどこになるのかと、まあ、こういう問題は避けては通れない課題として立ち塞がってくるわけであります。でこの点、道場は平和安全法制の枠組みの中で憲法との兼ね合いもあって、かなり厳格に要件を定めているということは承知をしておりますが、一方で在外邦人の安全確保は国の最も重要な責務の一つです。国外の治安情勢の悪い空白地域に邦人がいた場合、政府にはこれは保護する義務があるはずです。しかしながらですね、この法律の条文を素直に読む限り、いわば無政府状態で相手方のカウンターパートが明確でない空白地域における邦人の安全確保、この保護措置というのは機動的に取れない恐れがあるのではないでしょうか。そこで第84条3の同意の相手については、内乱状態、政府崩壊などの場合には日本政府が求めるものなどですね、こうした正し書きを加えるなど本条に明確な過失、そうしたものも検討が必要かと思いますけれども、こちら防衛大臣の見解をお伺いいたします。岸防衛大臣。今般の自衛隊法改正については、昨年8月のアフガニスタン邦人等の輸送の経験等を踏まえて、緊急事態に際し在外邦人等の輸送をより迅速柔軟に実施できるように、在外邦人の輸送に関する、自衛隊法第84条の4号の規定を改正するものでございます。一方でご指摘の84条3については、在外邦人等の保護措置を規定しています。保護措置を行う場所において当該の外国の権限がある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ戦闘行為が行われていないかと認められていること、当該外国の同意があることといった要件は、我が国が領域国の同意に基づいて武力の行使を行わない警察的な活動として保護措置を行うために必要不可欠であると考えています。現時点においては同条の改正を行うことは考えておりません。その上で、先般の経験やさまざまなご指摘を踏まえて、海外において邦人が安全に活動できるように必要な検討を不断に行っていく考えであります。音喜多駿君、はい、法改正は、ね、もちろん今これ審議している最中ですので、さらなる改正は考えていないということでありますけれども、これあってはならないことでありますけれども、仮に中国などの覇権国家が、台湾武力制圧するということが起きて、台湾政府が、一時期崩壊状態になった場合、この邦人の安全をどう確保するのか、こういうシミュレーションはしっかり密にしていただいて、同時にですね、必要であればこの自衛隊法の改正というのも検証していただきたいというふうに思います。話を戻しまして、保護措置を選択するのか、これ輸送を選択するのか、これどちらがいいのかというのは、これ判断が難しい局面がある、あるのではないかという点について少し確認したいと思います。先ほど取り上げましたように、岸大臣も雑誌のインタビューで、昨年のアフガニスタン派遣においては保護措置も選択肢としてはあったということを発言されております。それではまず一般論として、外国における緊急事態への対応を在外邦人等の保護措置として行うか、あるいは在外邦人等の輸送として行うかについて、政府としてはどのような基準で判断していることについ、どのような基準で判断することにしているのか、まず外務省にこれ伺いきます。外務省安藤領事局長。お答え申し上げます。外国における緊急事態に際しましては、生命または身体の保護を要する在外邦人等に対し、
在外邦人等の保護措置を行うのか、あるいは在外邦人の輸送を行うのかにつきましては、対象となります邦人等が置かれた状況、あるいは現地の情勢等を踏まえまして、政府として個別具体的に判断することになります。いずれにいたしましても、外国における緊急事態に際しましては、政府といたしまして、在外邦人の安全確保に万全を期してまいります。音喜多駿君。当然のことながら、危険など、予想される危険などに見て、個別、そして総合的に判断されるということでありますけれども、できるだけもちろん多くの情報は収集されるんでしょうけれども、実際、派遣されてみて、現地に行ってみなければ分からなかったことというのも、これも当然、生じてくる可能性があると思います。ではですね、自衛隊法第84条の4の在外邦人等の輸送に基づき、自衛隊の部隊が派遣された後ですね、邦人等と合流する前に、現地の治安情勢等がまた変化して、警護・救出等の措置を行う必要が生じたと、こういう場合はどうなるんでしょうか。第84条の3の保護措置に、この輸送で派遣された自衛隊が現地に行って状況変わったと、じゃあこの84条の3の保護措置に切り替える、こういうことは法律上可能なのかどうか、この点防衛省にお伺いいたします。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。外国における緊急事態に際しまして、邦人の保護のために自衛隊の部隊と派遣する必要がある場合には、まず外務大臣と防衛大臣が緊密に連携を行いまして、領域国における在外邦人の安全確保の見込み、予想される危険や輸送の対応、そして領域国の同意の状況など総合的に勘案して検討いたしまして、在外邦人等の輸送または在外邦人等の保護措置のいずれの措置を行うことが適切か判断することになります。そして在外邦人等の輸送を行うと、場合でありまして、仮に万が一ですね、邦人と合流する前に、現地の情勢等が急速に悪化しまして、警護・救出等の措置を行うことが必要となった場合におきましては、在外邦人等の保護措置を行う要件、先ほど大臣がご説明いたしましたが、これを満たしているときには、行動の根拠を在外邦人等の保護措置とした上で、その時点から自衛隊の部隊等に当該保護措置を行わせることが可能であると考えております。音喜多駿君。はい、ご丁寧な答弁いただきましたが、結論から言うと、輸送から保護措置に切り替えるということもできると、そういうご答弁でした。第84条の3のこの保護措置と4の輸送には、非常に密接な関係があるということが分かります。しかしながらですね、そこでじゃあ引っかかるのが、今回の改正で保護される邦人が、保護措置と輸送では異なる定義になるということなんですね。つまり、本法律案においては、自衛隊法第84条の4に、主たる輸送対象者として規定されている邦人、この定義を拡大して、日本国民と同時できる外国人を邦人の定義に含める旨の改正がなされるものの、自衛隊法第84条の3に規定されている邦人、この定義は狭いままでそのまま変更されていません。この定義が異なる理由について、まず防衛省に見解をお伺いいたします。増田防衛政策局長。今般の在外邦人と輸送に係る法改正につきましては、委員ご案内のとおりですね、昨年の8月のアフガニスタンにおける事案を踏まえまして、さまざま私たちとして検討いたしまして、我が国の国籍を有しない者のうち、邦人の配偶者、また子など、我が国国民と同視できる者については、我が国国民と同様に、その生命または身体の保護を行うために、自衛隊を派遣し、輸送を行うことが適当であるとの考え方のもとに行うものでありまして、改正案の邦人の定義はこの趣旨を表したものでございます。これはあくまで84条の4、この在外邦人、邦人等の輸送に係る整理でございまして、第84条の3に基づく在外邦人の保護措置につきましては、今般改正を行うことは考えていないことから、それぞれの条文の邦人の定義が異なる結果として異なるものとなっているところでございます。音喜多駿君。ちょっとお答えになってるようになってないと申しますかね、その4だけは変えるけど、3は変えないんだと、そういうことなんですけども、でもこのね、輸送に基づいて自衛隊派遣後にこの切り替わるということもあるわけですから、そうするとですね、自衛隊法のこの3条の4、3と4というのは非常に密接な関係があると、この邦人の定義もですね、これは素直に考えれば、やっぱりこの本法律案の改正と同じようにですね、84条の3の方も改めるべきだと、これは思うんです。で、大臣にもお伺いしますけども、現地でね、日本人と共に汗を流したような方々について、今の法律改正
改正案が通ると輸送はできるけども保護措置は取れないと、まあ、こういう状況が生じる可能性が出てくるわけですよね。これやっぱおかしな話だと思います。しかるべき対象の方々には84条の3に言うような保護措置は行えないのか、そして輸送の局面と保護措置の局面が密接に関連する可能性が想定されることからもですね、第84条3における法人の定義も本改正案と同様にです、ね、明確にこれは拡大しておくべきかと思いますが、防衛大臣の見解をお伺いいたします。岸防衛大臣。はい、今委員ご指摘のとおり、今般の改正ではですね、アフガンの派遣のなど自衛隊法第84条の4に基づく、在外邦人等の輸送の事例の積み重ねを踏まえて、主たる輸送対象者を特定の外国人にも拡大することとしているところでございます。これに対して84条の3の規定に基づく在外邦人の保護措置は輸送のみならず警護、救出、その他の保護のための措置を行うものであります。領域国の同意を得て当該領域国の統治権の一部である警察権を保管代行するものであります。こうした性質を踏まえれば、在外邦人等の保護措置は領域国の警察権を保管代行し自国民を保護するという観点から輸送とはおのずと異なるものであります。外国人のみの保護のための措置を行えるようにすることは慎重な検討が必要であると考えます。なお現在でも、在外邦人等の保護措置としては邦人の保護を目的に行動する自衛隊の部隊等は外務大臣から依頼された外国人も保護することはできます。音喜多駿君。今、法改正現地の統治権、警察権との兼ね合いから、あるいは憲法上の疑義から、84条3の改正は難しいということでありましたけれども、自衛隊が守るべき対象の方、これ条文ごとに異なるということには違和感もありますし、実際の運用に対しても懸念が残ります。現地で日本人のために、日本のために働いてくださった方の保護、これは自衛隊が行うのは道義的にも当然許されることであって、これぜひね、法令で整備していただいて、国内外に力強いメッセージを発していただきたいと思いますので、ご検討よろしくお願いを申し上げます。時間の残り5分となりましたので、他の委員と質問かぶりました2問飛ばしましてですね、防衛省設置法案に関連しまして、自衛官の働き方やこの規模についてもお伺いいただいて思います。我が党は防衛費について GDP2% までに予算を拡張するということを今主張させていただいておりますが、それに伴って自衛隊の規模の維持および拡張、そのための自衛官の働き方改革、待遇改善ということも同時に主張させていただいております。給与については前回も委員会で伺いましたが、本日はこの働き方や多様性の観点からお伺いしたいと思います。自衛隊の規模の維持拡張を目指すためには女性自衛官、この確保というのも必要不可欠になってまいります。そこで初めに過去5年間の女性自衛官の平均退職率、また退職理由についてどのように分析しているか、男性自衛官との退職率の差異について防衛省にお伺いをいたします。川崎人事教育局長。お答え申し上げます。平成28年度から令和2年度までの5年間の平均退職率は男女別で見ますと男性自衛官は約 1.8%、 女性自衛官は約 3.3% となっております。実際に退職に至ったものの退職理由につき男女の差異を一概に申し上げることは困難でございますが、令和元年度に在職中の職員に対して行った調査では退職を考える事情として仕事と家庭の両立が困難という理由を挙げた職員については女性の方が男性より多かったことが確認をされております。こうしたことも踏まえまして防衛省としては中途退職の抑制に向けて各種の施策に取り組んでまいります。音喜多駿君。今女性の方がやはりですね、男性より退職割合倍近く高いということで、これキャリア面やあるいは家庭との両立、これ理由にされている方も多いということであります。特にこの自衛隊はやはりまだまだ究極の男社会であるとも言われて、この圧倒的な男性社会、男性向けの制度で運営されているというイメージが拭えません。これ女性自衛官のなり手を増やす努力をしていただくと同時にですね、これ大臣にもお伺いしたいんですが、女性自衛官の職場環境やキャリア相談体制について、これ男性とは異なる取り組みが必要だと考えますし、現状の取り組み改善、そして今後の意気込みについて防衛大臣の見解をお伺いいたします。岸防衛大臣。少子化の影響によりまして自衛官の採用をめぐる環境が今後も一層厳しさを増してくる
ものと認識をしております。このような状況の中で人材を効果的に活用するために女性自衛官のさらなる活躍を推進する必要があると考えています。防衛省自衛隊ではこのような認識のもとで、女性自衛官も含め育児や介護などより時間に制約のある隊員が、仕事と生活の両立を図れるように、育児休業など両立支援制度の充実などに取り組んでいるところでございます。また仕事と生活の両面の両立や、将来のキャリアに悩む女性自衛官の不安を取り除くため先輩隊員に相談できるような体制の整備や先輩隊員のキャリアパスモデルの紹介などを促進しています。防衛省自衛隊として引き続き女性自衛官の活躍の推進に努めてまいります。音喜多駿君、はい、制度を、ぜひ作っただけじゃなくて実際にどれぐらい活用されているのか、こうしたこともしっかりと調べてですね、ブラッシュアップ改善に向けてつなげていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で最後の質問になると思いますが、加えて昨今、ダイバーシティの推進、これさまざまな業界や分野においてその重要性が議論されていく中で今後多様な人材を自衛官にも受け入れていくという観点から防衛省としてもいわゆる LGBTQ といった性的マイノリティといわれる方々が自衛隊や防衛省で働いていただくと、こうしたこともですね考えていく時代になったと思います。特にトランスジェンダーについては私も今回調べて初めて知ったところもあるんですが、すでに18カ国の軍隊でトランスジェンダーであるということを公表して軍役に就くということを許可して、アメリカでも昨年バイデン大統領がトランスジェンダーの入隊を認める大統領令に署名したということが報じられています。いわゆるこれまでと男性社会であると言われてきた自衛隊においてもですね、この環境整備やこの配慮というものが進んでいるかと、そういった観点も含めてですね、この点多様性促進においての防衛省としての取り組みや状況、今後の意気込みについて防衛大臣にお伺いいたしたいと思います。岸防衛大臣。はい、防衛省自衛隊としては性的指向や性自認への対応は大変重要な課題でありますと認識しています。防衛省自衛隊では性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動もセクシュアルハラスメントに含まれるとしており、また性別や性的指向、性自認のみを理由として隊員がチャレンジする機会を排除することは受けられないと考えています。また防衛省自衛隊の人事担当者を内閣人事局が開催する勉強会や意見交換会に参加させ、他の省庁においておける事例など性的指向や性自認に関する適切な対応に資する情報を収集しているところでございます。防衛省自衛隊として政府全体の取り組みも踏まえつつ、他国の軍隊における取り組みも調査するなど、情報の収集、性的指向、性自認に関する対応について検討してまいります。音喜多駿君、まず理解増進からというところだと思いますが、2018年には望月三等空佐がハーグ戦略研究センターの研究などを紹介しながら軍隊と LGBT についてという論文を発表しているということもございます。海外の事例などをまさに参考にしていただきながらですね、あと例えば自衛隊側としても地域の LGBTQ の方々がやっているプライドマーチ、こうしたイベントに例えばですよ、自衛隊が参加していただくとかですね、門戸が開かれているんだというような PR もしっかりとしていただいてですね、集団生活上の配慮やガイドラインの作成など、あらゆる方が快適に働ける環境づくり、これを具体的に進めていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。